はい、こんにちは、高根です。今日はね、座ったまま腹筋を鍛えるトレーニングをやっていきたいと思います。まず体をちょっと持ち上げますね。持ち上げてから片足ずつ上げていきます。このトレーニングではね、太ももの前も効くんですが、今回腹筋を鍛えてるんで、足はそんなに高く上げなくてもいいので、しっかり腹筋を意識することですね。体を持ち上げて、腹筋に効いてることを意識するためにちょっとだけ足を上げてます。腹筋を意識してね、ぜひやってみてください。以上です。